ベルガモ。ベルガモは、イタリア共和国ロンバルディア州中部にある都市で、その周辺地域を含む、人口約12万人の基礎自治体、コムーネ。ベルガモ県の県と、ミラノの北東約40キロメートル、アルプスの麓に位置する。市街は、丘の上の旧市街チッタアルタ、上の町と、丘の下の新市街、チッタバッサ、下の町からなる。 城壁に囲まれたチッタアルタには中世の面影を残す景観や多くの文化財がある。生前と作られたチッタバスサは19世紀以降商工業の中心として発展した。ドビュッシーのベルガマスク組局はここが舞台である。ベルガモは西欧内陸の歴史的な郵便の拠点であった。中世ベルガモ美局と呼ばれる郵便業者を組織した。 スルンウーンとタクシスケは、郵便網を発展させ、近代郵便の原点ともされる、ライヒスポスト、新生ローマ帝国の郵便事業を鑑賞した。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ、ベルガモ県の中部屋や,や南西寄りに位置しており、レッコから南東へ 28km、ブレシアから西北西 45km、州トミラノから北東へ 46km の距離にある。 隣接する小ムーネは以下の通り地域の東方に西領川西方にブレンボ川が流れるいずれもポー川水系あった側の支流でありクレモナ近郊でポー川に注ぐベルガモは旧市街のチッタアルタと呼ばれるベルガモアルタと FS の駅がある新市街のチッタバッサと呼ばれるベルガモバッサとに分けることができる旧市街は丘の上に壁で囲まれており 2017年に世界遺産に登録された。新市街からケーブルカーで行く。ベルガモの起源はケルト系の民族であるによって建設された古代の都市ベルゴムムである。起源前49年、この町は共和制ローマのムニキピウムとなり、最盛期には1万人の住民が暮らしていた。この都市はフリウリとライティアを結ぶ軍事道路の重要な結節点であった。 5世紀に入ると、アッティラによって破壊された。6世紀より、ランゴバルド王国の支配下に入り、ブレシアやトレント、チビダーレデルフリューリと共に、北、イタリアにおける王国の重要な拠点となった。この都市を支配した、最初のランゴバルド人のドクスはワラリーズであった。8世紀後半、ランゴバルド王国が、フランク王国のカール大帝によって征服されると、この町は、 オーターマスの両国の首都となった。11世紀以降、ベルガムは自治都市となり、ロンバルニア同盟の一員として、1165年に神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世を撃退した。強硬派と皇帝派の対立は、この町では、強硬派に属するスアルディケと皇帝派に属するコレオーニケの対立として現れた。 ベルガモ近郊のアルメンノに暮らしていたオモデオタッソの一族は両勢力の反目を避けて山奥のコルネッドに移りオモデオもここで成長した1290年頃オモデオタッソは一族と共にベルガモで飛脚会社を組織したベルガモはポーガワ水系のセイリオ川ブレンボ川を通じてアドリア海へ出ることができ彼らの郵便はミラノとベネツヤ、 ローマを結んだ。彼らの子孫は、後に神聖ローマ帝国の郵便事業、ライヒスポストを司り、ベルガモ美客は近代的郵便事業の行使とされる。1264年以後、ベルガモは断続的にミラノの支配下に置かれた。1331年、ベルガモの市民は、ボヘミア王与半本力戦ルクに都市を献じて、 その日ご家に入ったが、ミラノのビスコンティ家が再征服した。1407年に、マラテスタ家が短期間支配した後、1428年には、ベネツィア共和国の支配下に入り、以後1797年まで、その一部となった。15世紀、ベネツィア共和国の下で、傭兵隊長、コンドッティエレのバルトロメオコレオーニがこの町の、領主となった。ベネツィア人たちは、 チッタールタを要塞化した。16世紀、ベルナルド・タスソが諸侯を転々とする。1797年、ベルガムは、フランス共和国のナポレオンに征服される。以後、ミラノなど、北イタリアの諸地域ともどもその領域に組み込まれ、チザルピーナ共和国、イタリア共和国、イタリア王国の一部となった。1815年、ウィーン議定書に基づき、 オーストリア帝国領、ロンバルド・ベネト王国の一部となることが確認された。第二次イタリア独立戦争中の1859年、この都市はサルデーニャ王国に従ったジュゼッペ・ガリバルディによって解放された。中立非条約により、サルデーニャ王国をロンバルディアが領有することが確認され、ベルガモ県が置かれた。1860年に、ガリバルディが義勇軍、 先人隊を集めた際、この町からは、フランチェスコ・ネッドなど63人が明した。ベルガモは最も多くの先人隊兵士を排出した都市であり、イタリア統一運動、リソルジメントに果たした功績によって、先人隊の町とも呼ばれる。1861年に、イタリア統一がなり、イタリア王国が成立すると、ベルガモは、その一部となった。世紀、ベルガモは、 イタリアの主要工業都市の一つとなった。ベルガモは第二次世界大戦で大きな戦災を被らなかった数少ない大都市の一つである。ベルガモには以下の分離集落、フラツヨーネがある。丘のふもとの町、チーター・バッサである、新市街にが郊外のオーリオ・アルセイリオにオーリオ・アルセイリオ空港、ベルガモ空港がある。空港と市街地の間は、 路線バス1、1A 系統、毎時3本運行で結ばれている。市街地ではによってトラム及び路線バスが運行されている。また、旧市街では、ケーブルカー、旧市街、ケーブルカーも運行されている。プロサッカークラブとして、アタランタ BC がある。本拠地はスタディオアトレティアズーリ・ディターリア。1907年創設と、歴史あるチームで、 コッパイタリア獲得1回、1962から63を記録す。セリエ A1 部とセリエ B2 部との間で昇格、降格を繰り返すクラブであるが、選手育成には定評がある。2014から2015シーズンは、セリエ A に属する。女子バレーボールクラブ、バレーベルガモの本拠地である。百九十四から十五シーズン以来、イタリア国内。 トップリーグであるセリエ A1 に属しており、2013から14、シーズン現在、セリエ A 優勝8回、コッパイタリア優勝5回、スーペルコッパイタリアーナ優勝6回、欧州チャンピオンズリーグ優勝7回、2014年現在、を数える競合である。アメリカンフットボールチーム、ベルガモライオンズの本拠地である。イタリア選手権、優勝12回、優勝3回、 チャンピオンリーグ優勝1回などの記録2014年現在を持つイタリア屈指のチームである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。